その中での反射音の音のエネルギーをすることで、うん、音圧は下がるという。ただ、また観客の移動が簡単であることなどが挙げられます。逆向き。これと表と裏があるという感じですね。通常あの吸音材っていうのは厚みで取るので表裏関係ないんですけれども、はい、これは表裏で上昇が起きているので、こっち向きに音波を入れる。はい、で中で曲げるっていう感じですね。中でどうなってるんですかこれは。で中で音を一応曲げるような。曲げてるの、はい、だからこれだけが面積厚みになるようになる。はい、戻りもあるんですよ、はい、だから一応もうデッドになりすぎないというか、あ、完全にデッド、完全にやっちゃうともう無休止みたいになっちゃうじゃないですか。あ、そうですね、はい、詳しくはこちらの これだと全然吸音してないですからね今までそのなんか低音を防ぐには重たいものっていう。そうですね、それとやっぱり密度、やっぱ重いもんですね。はい、で重いものだけにすると反射が起きるんですね、ものすごい反射が。あ、そうですね、はい、その反射を防いでるので、はい、責任調整だから超音材という、はい、超音というカテゴリーに、はい、今こう喋って、普通に喋ってますでしょ。はい、ちょっとこちらに来てもらって。同じパネルなんですけど、この中で喋ったらもう、はい、あ、全然もう慣れちゃってるから。そうですね、はい、すごいなんかライブっていうか。そうですね、でガンガンに響きますけど、デッドになってなくてクリアになってくるって言うんですね。こっちだと慣れてこの中でみんな喋ってるけど、これちょっと違うんです。かなりいい感じになってます。かなりなんか音響的に、これ外しちゃうとさっきの音源になっちゃうんですよ、あのライブな。そうですね、だからあそこでバーンって叩くと、はい、響いて隣だと。あ、すごい。はい、どうぞ。どうですか。ちょっと面白いですね。試しに隣がその休憩ブースになってる。はい、今行きました。あ、さっき試させてもらいます。こっちも痛い状態になります。面白いです。その中での反射音の音のエネルギーをすることで、うん、音圧は下がるという。ただここ空いてますので当然直接音は聞こえてるはずなんですけど、